はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、ただいまですね、栃木県の小山市に来ております。本日はですね、がっつりと本格的な美味しい中華を食べようということで、こちらはですね、昨年の9月頃にオープンをされました、もうすでにですね、人気店となっているようですが、慶林さんという本店はですね、足利の方にありまして、大食いの人たちもみんな撮影でね、伺っているようなお店さんでして、それがね、この小山市にできたということで、本日はですね、こちらの慶林さんでがっつりと料理食べていこうかなと思っております。で、ちょっとね、本日のラインナップなんですけれども、僕が食べたいものをもちろん注文してますが、ちょっとね、初めてのもので、おすすめなんかもお聞きしながらですね、いろいろと一押しのメニューを含めた僕の食べたい料理、お腹いっぱいね、食べていこうかなと思っております。こちらの慶林さんですね、先ほどオープニングでもお話ししたように、この佇まいといいますか、風貌はですね、この小山店さん、いわゆる町中華っぽかったりとかラーメン屋さんっぽいんですけれども、ここはね、本格的な中華がメインのお店さんでして、一番人気のですね、麺のメニューがサンラータンということで、僕の動画ではなかなか食べる機会も少ないんですけども、せっかくですから、まずはね、この麺物最初にサンラータンいただいちゃおうかなと思っておりますということで、今日の一品目来ましたよ。まずは餃子ということで、いつもならね、揃ってからね、食べたりはするんですけれども、今日はもう本当にゆったりです。出来たてをどん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 美味しい状態で食べていこうと思いますので、早速この出来たての餃子からね、まずいただきたいと思います。餃子ですね、焼きたて、うわうまそう。見えますかね、焼き目、焼き目最高ね。あ、うまっ、うまー。餃子どうのこうのの前に、この一番推し売りのですね、スーラータンメン来ましたよ。あー、いいね、うまいな。ああ、いいな、こういう具合最高だな。うん、こい、ちょっとね、これお酢足してラー油足しつつの、ちょっと胡椒と、お酢、胡椒、ラー油、増したスーラータン、むちゃくちゃうめっす。うまっ。麺の中こう打ち込みすぎてしまいまして、あっという間にちょっと一言もこの食リポをする前に餃子食べすぎちゃいました。それとちょっと入れ替わりで、注文してる一品ですね、いわゆるね、あの定食屋さんにあるような錦のこの野菜炒めも販売してるんですけど、それだけではなくてね、この中華式の野菜炒めということで、ちょっとうまいやつですね。うん、うまっ。たまにはこういう動画でもいいか。あ、うまい。ちなみに
チャーハンとはまた別に普通に並の中華が売ってもらったりできます。また久々にこういううまいガチ中華食ってたら我慢できなくてちょっと続いてのこのご飯もの到着しました。この梅チャーハン注文させていただきました。こう食べる機会ないじゃん。これいい匂いするよ。やっぱ出来立てのチャーハンってなんでこんな魅力的なんだろう。うまいな。この梅とレタスの感じたまんないっすね。うまいっすねこれ。あ、うまっ。おちょっとね、我慢できなかったのでこの中華がゆと野菜炒めセットでね、ちょっとまずベースいただこうか。うん、あ久々に食ったな、おいしいこれオリジナルのね、これ用のタレがあるみたいなんでそれもいただいて試してみましょうか。あ、めっちゃうまいっすめっちゃうまい染みる。せっかくなんでこの青菜とねお肉あえつつ、うん、合うな。やっぱりうまっ。この一品物とかと一緒に合わせると輝き度が半端じゃないです。うまいな。手空いたらあのおかわりお願いします。これダメだチャーハンとか残ってんだけどおかわり頼んじゃった中華。ちょうどただいまですね、この梅チャーハン完食したタイミングでいただきました。この夏限定の冷やし中華を大盛りでそろそろ暑くなってきたということで、おそらくね、この動画が公開されている頃にはこの夏限定メニュー販売してると思うんですけど、僕も今季初ですからね。かうまそう。うん、うまっ。としたうまいところの冷やし中華はうまいな。ちょっとからしと紅生姜とあえて、うん、こんな感じでしっかりとね、あ、またからしが合う。うまっうまいっす。これちなみに麺ってこっちでも打つんですか？そうです、2階が一応製麺室。あうわ大変大変毎日やってますこちら冷やし中華ただいましっかりと完食をさせていただきまして、次がねもうラストなんですけど、お待たせしました。ありがとうございます。チャーハンの特盛りでいいですやばいかも最後はですね、ちょっと五目チャーハンの特盛りを注文したんですけど、カメラ越しだと伝わりにくいかもしれないんですけれども、このね下に引いてあるのが先ほど梅チャーハンに使ってた通常並盛りのお皿ですね、そこから溢れんばかりの量ということで、最後にこれくるとちょっと日和りますねうん、うまいしっとりしてんだけどちゃんとほぐれていく感じね、たまんない、最高うまい
我慢が無理そうなのでドライゼロとかいいですか。ありがとうございます。ぜひつけていただいて、はい、ちょっとせっかくですね今日美味しいご飯いただきましたので、店員さんとですねちょっと乾杯で、僕はドライゼロ。ちょっと失礼します。あキンキンのグラスでうめえ。まだ一人前じゃあるな多分。うん、うん、ということで本日の注文させていただいた料理完食させていただきました。いやごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね本当にね小山駅から徒歩1分2分かからないぐらいのね駅前にございます、こちら競輪の小山店さんですね。お店ねおすすめの一品物からまあちょっと僕が食べたいなと思った一品物を合わせてねいろいろと楽しませていただきました。やっぱガチ中華っていいですね。僕ら大食いですとどうしてもねこの定食屋さんであったりとか町中華のようなお店さんでデカ盛りをいただくことは結構あるんですけれども、こういったねガチ中華の料理っていただく機会って実は少なくてですね、個人的にはですねものすごく大好きなジャンルなので、今日はこんな感じでですね出来立てを常時常にいただいて最高の状態でね満腹になることができて幸せな撮影でした。こちらの競輪の小山店さんでは、営業が約24時ぐらいまで、夜はされておりまして、本当に終電間際までね営業してますので、お仕事終わりでがっつりと食べるのももちろんいいでしょうし、お昼ももちろん、それ以外にもですね、まあ、飲んだ後の締めにね、お粥と一品物とお酒たしなんでもらいながらね時計とね相談しながらゆっくり飲んでいただく、そんなね使い方もできる素敵なお店さんでございますので、小山の方でですねお酒飲むご飯食べるとなった際にはですねぜひこちらの競輪さん立ち寄ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。